え今回、クレイトさんの方から発売になりました。えー、マグネットドライヤープロ。えー、こちら、とにかく美容師さんの評判がめちゃめちゃいいです。えー、いい点としては、まず仕上がりがですね、めちゃめちゃ最高。あとはめちゃめちゃ早く乾く。えー、さらには、えー、と仕上がり感をもうお好みで自由自在に変えられる。あとは価格がすごく安い。この4つでですね、あのー、大変。 プロの美容師さんに好評いただいてます。とにかくですね、あの、今も美髪ブーム、あの、髪質改善メニュー流行ってると思うんですけども、髪質改善にこだわってるサロンさんほど、このドライヤー皆さん使ってます。理由としては、えっと、このドライの最大で売り、売りなんですけども、テラヘルツというものが出てまして、これちょっと遠赤外線みたいなものなんですけども、これをさらに尖らせた波長になってまして、まあ、要は振動させるんですよ、水分を。 で、その水分をですね、振動させることによって、自由水を結合水に変えることができます。で、この結合水が多ければ多いほど髪の毛って健康でいられるんですけども、あの、まあ、言ったらですね、蒸発しないお水なんですよ。なので、えっ、ー、と、8割ドライとかでこのドライで乾かしていただいて、もうそうするとですね、残ってる水分っていうのが結合水になってるので、この8割ドライのところでアイロンを入れると、 あのー、めちゃめちゃ仕上がりがです、ね、しっとりツヤツヤになるっていうのであの美容師さん大絶賛してますなのでこれが自宅でもできちゃうよっていうところであの、まあえっと、皆様が業務で使っていただきながらお客様にもそれが説明できてお客様がそれをあの欲しいと思って購入するっていう流れが作りやすいのでいいんじゃないかなと思いますでこのドライヤーはです、ね、熱,熱量がです、ね、60度、80度、100度というところでこれ変えられるようになってます あとはですね、風量も、えー、ハイ、ミドル、ローということで、あの、風量も、あのー、変幻自在に変えられるようになってます。で、一番ハイのモードは1400ワットなので、もう台風ぐらいのですね、風量になってます。なので、とにかく仕上がりをですね、早く、もう仕上がりどうでもいいから早く乾かしたいっていう方は、100度にして、 不良をハイにしていただくと、めちゃめちゃすぐ乾きます。さらにこれ、テラヘルツも、あの、相ま見合ってるので、普通のドライヤーよりもですね、ドあダイソンみたいなドライヤーよりも、かなり早く乾きます。で、仕上がりも、あの、なかなかいいです。オーバードライしないっていうところですね。で、えっ、ー、と、とにかくしっとり、あのー、させたいっていう場合は、えっ、ー、と、逆に温度を60度にしていただいて、で、えっ、ー、と、不良をハイにしていただくと、えっ、ー、と、ま、普通、低温のドライヤーをやるとですね、 あの乾くのが遅いっていうのが難点なんですけども、温度低いんですけど、風量がすごいので、あの仕上がりはしっとりなんですけども、普通の低温ドライヤーよりも早く乾くというようなことができるようなあの仕組みになっております。なので、えー、と,でとにかくですね価格もですね2万3400円というところで、あの今度11月に発売になります、リファのドライヤーが3万3000円なので、それよりも1万円ぐらい安いという。 ところでですね。あのー、安くて高スペックというところで、あの、大変美容師さんの評価をいただいているものですので、まあ、あの、年末年始はですね、この、あのー、二つを。で、まあ、うちの UFB ドライヤーもですね、評判がいいものなので、この三つを使い比べができますよっていうのをやっていただけるといいのではないかと思います。あとは、えっ、ー、と、しや、あのー、乾かし方チャートですね。そういったものがあるので、ブリーチしてるしてないとか。 あの、カラーしてるしてないとか、そういうのに合わせて、あなた、あの、お好みのおすすめの乾かし方みたいなのを10通りぐらいからですね、あの、お客様にこう、提案できるようなチャートもあるので、それも合わせて、あの、ご案内していただけるといいんじゃないかなと思います。よろしくお願いします。